山口敏太郎です。黒糖わらび餅、オイシックスで売ってたものですね。我が家はオイシックスをよく頼むんですが、ちょっとオイシックスのわらび餅どうでしょうか。なんとなく色は黒くて、本当のわらび粉を使ってるように見えますよね。うん、あ、かなり細かい粒子が細かい感じがします。口の中に入れると溶けるんですけど、このわらび餅の餅が口に入れた途端にこうバラバラになって体に染み込んでいくような感じ。うん、でそこにきな粉がまんべんなくまぶされていて、これはかなり美味しいですよ。うん、黒糖の味もうまい。これはおすすめです。